喜び教軍は朝鮮民主主義、人民共和国環境北道に属する軍。1977年から2010年までは、温徳軍と呼ばれていた。中心部、暗護地周辺には、朝鮮半島最大規模の活端の炭鉱がある。環境北道の北東部に位置し、都満港に面している。現在は内陸の軍であるが、 かつては、川口部の港町である勇気も軍域に含まれていた。トマン港の対岸は中華、人民共和国吉林省魂春市。トマン港に沿って、北に、喜び元軍、南に、ラソン特急市がある。高栗、渤海国を経て、女神族の居住地であり、高来、朝鮮王朝との間に戦闘が繰り広げられた。1888年に、 長老陸路通商条約が結ばれると、対ロシア貿易の通商地として、翌1889年喜び恐怖が開かれ、ロシアの咀嚼地が設けられた。1910年10月1日、喜び恐怖は喜び境軍に改められた。日本の統治下にあった1930年代以降、暗号地炭鉱をはじめとする、鉱工業開発が進められた。 日本窒素肥料の暗号地工場が作られ、人造石油の製造が試みられた。暗号地には、技術者とその家族など、日本人居留者も多かった。北朝鮮統治下でも、工業、化学工業の拠点となっている。暗号地炭鉱には、思想班の強制収容所があり、強制労働が行われているとのせつ、化学兵器の生産拠点があるとの観測もある。 この節の出展1945年8月15日時点で、有気、暗護地の二勇とと読み、吉沖、足西の三面があった。現在の勇の中心は、旧暗護地勇。一勇、六労働者区、十里を管轄する。明治43年10月1日朝鮮総督府令、第七号による。朝鮮総督府官報、第29号、P14 を参照。 例えば、朝鮮日報電子版2002年11月16日付、北、化学兵器の前方配置を完了。ありがとうございます。